あす。はい、どうも皆さん、こんにちは。あの、ま、あ一週間ぐらい YouTube 投稿始めてたってですね。今、結構、ちょっと思いつきで YouTube やったんで、ま、あその例についての動画を、ちょっと日記として撮らせていただこうと思いました。 まあ、えっと、まあ、普通に YouTube で一週間ですね、投稿してみてですね、ま普通に撮る時間が難しい。あとは、自分が思ってるより、あの、編集の大変さとかが結構ありまして、あの、クソ動画大量に量産してるんですけど、今、 あれ結構、時間かかるんですよね。意外と。意外と時間かかってて。あの、使ってる機材がクソすぎるせいで、音声とか、あれ一応編集してるんですよね。使いやすいように。なんで、編集時間があれ意外と30分ぐらいいってて、 まあ、普通にビビりますよね、30分。いつもたい出してる動画5分か、長くて10分いかないぐらいの動画なんですけど。あれね、意外と時間かかってしまってたんですよね、これ。 あと、マイク通して自分の声聞いてみると、すげえ自分の声が低くて、それが一番やばかったっすね。めっちゃ聞こえづらっていうのと、あとなんか動画の感じ的にすげえ暗くなっちゃう。っていうの クリア。あ、ベストタイム早。まあいいや。はい。そんな感じでですね。そうですね。あと、今アイコン設定してないんですけど、アイコンやっぱ設定しないと難しいのかなっていう。なかなか視聴回数も 稼げないんですよね。た、ま、ぶ、あ、原因はクソ動画の量産にあると思うんですけど。あ,あと、ポケモンの動画が意外と伸びていなかったってことに驚いたのもありますね。あと一番自己紹介動画が伸びているっていう。 あれもちょっとよくわかんなかったですね。あとはまあ。ちょっといろいろと再生数が伸びない原因を自分なりに試行錯誤して考えるのが意外とおもろいんで。てことでね、一週間ユームツェアとして 頑張ってきたんですけど、あの、いざアイコンを作ろうと思うとですね、あの、とても作りづらかったんですよね。ユムズラってまず何、何っていう。よくわかんなかったんで、ちょとりあえず、あの、あんま、あの、登録者数がいないうちに、 解明しようかなと思って。そ <laughs> の、解明します。でもうそれ用のアイコンも作っちゃってるんで。はい。そっちの方が、あのー、ちゃんと意味がある名前の方が作りやすかったんで。解明してですね。あのー、ちょっと。 アイコン、作りやすいアイコンと、オープニングと、で、まあ、新規1点は新しくですね。ああ、やばい。ゴール間違ったのに。新規1点ですね。頑張っていきたいと思います。あともうちょっと声のトーンをね、高くしていきたいと思ってるんで。んもう、どうするかちょっと今考え中です。はい。 まあ、こんなもんでしょう、まあ、今後はですねあのユムゼラではなくゼラロアとして活動していきたいと思ってますまた定期的にねあの名前変わると思うんですよねなんかあの YouTuber じゃないんで 趣味で YouTuber なんで。ん意味がわかんないな。YouTuber じゃないんで、僕。はい。まあ、そんなもんですね。はい。以上です。